私はですね、あの HTL のメールを作ったりしたかったんで行きませんでした。新品のウェアを買って、はい、北海道まで飛んできたのに滑らないで帰る。しかもこの間買ったばっかりだよね。このためにスノボウェアをウキウキで全セット8万ぐらいかけて、いや、いあのね、だからあのその選択をした後にちょっと普通やっぱおかしいよなって思った、ね、普通行くよなみたいな。決断するときは何も思わなかった。もったいないとか、せっかくなのにとか、決断した後にちょっと思った。結局さ、買うときね、すごいワクワクしたんですよ。あの使わなかったわけですよね。今日何思ったかって言ったら、今この瞬間の気持ちを大事にして、私は今やっぱりどうしてもメールを作りたいっていう選択をして一人で残ることにしたんだけど、結局ワクワクして買ったスノボのウェアを使わない、さらに北海道まで来てスノボ滑らないっていうのは時間とお金をかけているのに、なんかそれをやらなかったわけよね今日で。何をそう思ったかって言ったら、今この瞬間あの自分の気持ちで行動してるわけだから、今この瞬間の連続なわけでしょ人生って。今この瞬間気持ちを大事に輝けるその瞬間を選択してるってことは、なんかもう8万がどうのこうのとか、せっかくスノボに来たのにどうのこうののもう話じゃないなって思ったんですよね。そしたらやっぱりフィルムは結局もうぶつ切りになってくるっていう。で、買った時にワクワクしたその気持ちも大事、それを時間の概念でいくとストーリーになるから使わなきゃいけないっていうのに入り込むから、その使わなかった時に残念みたいになるんだけど、いや、その時はその時で買ってワクワクして気持ちを大事にしてるし、今はスノボじゃなくてどうしてもメールを打ちたいっていう自分の気持ちで動いてるから、これストーリーに入り込んでたら、その時間の概念の中でなんかそれをやったからここまでやらなきゃっていうのにいつまでも縛られ続けなきゃいけなくなるなって今日ふと思ったんですよね。結局今この瞬間の連続だからね。愛ちゃんから見たハピちゃんのベロンを聞きたいって。え、さっちゃんのベロン、うん、さっちゃんいつも伸びてるよね。本当お昼寝ばっかしてるこの人。あ、あのケイ君だと思うもん。ケイ君かさっちゃんかぐらい寝てる。で、本当寝るよね。本当寝るよね。いつも瞑想終わった後とか寝てるの。寝てる。寝てるの。うん。だいたい寝てるよね。寝てる。最初にあのこう愛ちゃんと一緒にいるようになって。人の前でそこまでリラックスできるのが羨ましいわって言われたのすごい覚えてる。よく言われたよね最初の頃。そうだ、びっくりされたのよね。え、そんなにじゃあリラックスしてないのって言って逆に聞いたのよ。そしたら、え、家族の前でもちょっとないなみたいなこと言ったよね。そうなの。うん、ダメになるクッションでさ、なんかひっくり返ってんじゃん。分かった、伸びる女は愛されるんじゃない。本当そう、伸びる女は愛されるよ。そうだね。いや、それでなんかそのやっぱリラックス姿を見ると、うん、かなんか自分にここまで許してるんだ、うん、みたいな思うよね。あ、思う。そこが可愛いの。これモテる女のあれやな。最初から伸びてるの、だんだん伸びを見せていくの。いや、最初からね、全開で伸びてました。隠しきれない。最初から伸びてた。欠点はやっぱ出していった方がいいよねっていう話をね、この2日間よくしてたよね。そうだね。もうアイキンの本当に愛されポイントは当時の、今はもうなくなっちゃったんだけど、この素質はもうケチっていうのを出した瞬間めっちゃ人気になったよね。そうなんですよ。ケチってカミングアウトしたのでブレイクしたんです私。いや、でもそれカミングアウトする前にさっちゃんが散々さ言ったんよ、めちゃくちゃ愛されるからみたいな。ずるいって言ったよね。いいなっつって、うん、羨ましいって言った。どうなるか私は見えてるから。あとね、パールさん変わったところは、このさ、こういうちょっと女王様キャラ嫌がっとったよね。嫌だった。いや、私もなんかちょっときついものの言い方とかさ、すごい嫌がっとったよね。そうなんよ。1年前はね、自分の感覚を立てることが、なんかこうあれかね、大多数から排除されるみたいな、うん、だからやっぱそういうなんか自分の口の聞き方とか、うん、なんか思ってしまう冷たいね、うん、口調とか、うん、言ってしまう感じとかを一生懸命こう丁寧にしたりとかしてたから、うんうんうん、そういう風に見られないように、上から目線に見られないようにとか、うん、きちんと馴染めるようにすごい頑張ってたんですよ。でこれね、しーちゃんもその気質がある人なんですよね、うんうん、でこれについて、まあ、何回か喋ってると思うんだけど、私あの分析してまして、あのそれを持って生まれてるってことは何かがあるからそうなわけだから、変えちゃいけないんですよこれね。変えちゃいけないんですよ。で私の見解としては、
パール先生もですね、あの沖先生もあのこういう感覚を立てて、あの物を作るっていう場所にいる人だから、結局大多数の感覚的なものに合わせていったら死んじゃうんだよね。だから異質っていうか、それでいいんよ、 そのままで君臨してた方がいいんよね。でそれをあの昔の1年前のパールちゃんみたいに、例えばあの大多数の感じに合わせて、で人当たりいい感じにやっていくと自分の感覚がこう殺されてしまうから、すごく作品作りに影響を及ぼすんですよね。いや怖がられてもいいんですよ。あのね、あんまり入り込むとその集団の中に感覚が鈍るから、あえてそのキャラみたいなので来てるから、今回そのまま行った方がいいですよ。あのエンパス系の人もすごいなんかね連絡もらうんですけど、エンパス感情がさ手に取るように分かってしまうみたいな、あ人の、そう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 。でその、 あの才能は人のこ心を読んで、なんかズバズバそう思ってるでしょとかっていうのに使うものではなくて、人の感情がそこまでわかるんだったら、それこそ小説とか絵に表現とか芸術的なものに絶対それ特化できるから。だって人の感情の動きがあの分かる人ほど、そういう文学とかね絶対作れると思うんですよ。今回なんでこの気質で来たんだろうっていう観点で考えたら、いろいろ見えてくるものがあると思いますね。自分のその気質を活用する感じですね。それを持ってきてる、選んできてるから、絶対自分で何かがあるから、それなんですよね。でそれがその一般的な型に入ってないと人は多分悩むんだよね。大多数のものに合ってたら基準がすごい安心できるんだけど、その自分の異質な部分を見つけると、その大多数の基準に合わせなきゃいけないっていうのが、これが型はめ問題ですね。例えばだけど、あのめっちゃこう細かいこと言うと、あの私の頭の中で言うと、こうそれこそジジイみたいなこと考えてるわけですよね。千人ジジイみたいなことを、これがもうずっと前からなわけですよ。物心ついた時から頭の中がこんな感じで、見た目はって言ったら基本的にこういうあのおしゃれが好きだから、別にその年相応のギャルっぽい感じなんです。あのどの時代も一緒にいる人たちもそういう友達でしょ、いつも。だ頭の中と外見がなんかいつもリンクしないし、この結局異常なまでのなんかこう考える探求心とか研究心みたいなのが良くないと思って直そうとしたんよ、外見に合わせて。なんかカラッと寝やかな、何にも考えない、なんかイエーイっていう人にすごいなりたくて、それだと外見と合うのにってずっと思ってて、そうなりたかったんよね。だってリンクするじゃん、見た目と中身が。見た目と中身がいつも合致しないから、その中身の方を隠しててこう生きてたんですよね。話がこういまいち同年代の人と噛み合わないなみたいな。でも慣れないのよ、どう頑張ってもなんかこう分析したりとか研究に入っちゃうわけよ。なんでなんだろうみたいな。でもみんな考えてないよそんなこと。だからカラッと明るい寝やかに憧れて、何も考えてませんみたいなタッチを装ってきたんだけど、まあ、無理がありますね。無理がありました。でそれを今はどうかって言ったら、あこれが私の型なんだっていうのがよく分かったから、自分で選んできたね。だからぶりっ子とジジイを掛け合わせてぶりっ子ジジイっていうのを作ったんですよ。キャッチーじゃない、キャッチーこれを型にしちゃえばいいよ。でじゃあアイキンはどうかっていうと、男と女っていう性別の、あの地球の型に自分をはめ込もうとしてたから、どっちにもあんまりだんだん合わなくなってきて、で認めたよね。そうです、それもそうじゃん、100肩はめ。私もポンちゃんと喋ってる時に何も考えてないね、うん、とりあえず坊主と喋ってるいや認め、いやそれでね、ここさ最近さ、愛ちゃんはこんなことにね話興味ないのに、なんであんなにこう快進撃なんですかってすごい質問をもらって、この間話したように、愛ちゃんは一つやっぱり自分の深いソースとの同調はがすごく起きてる人だから、世界に対してのもともと信頼が、もともとっていうかソースと同調したことで起きてるから、まあ何が起きても大丈夫っていう感覚なんですよ、この方も。まあだから強いっていうのはあるんだけど、でもそれに至ったやっぱ一番のきっかけは性別認めたことじゃないっていう話をこの間したよね。お多分今未だに自分が女子だっていう状態だったら、セーブとかあんな爆発できなかったと思う。制限があるから。しかも性別って一番結構要じゃない。それであれだよね、でもずっとあのそういうの気持ち悪いって言って
ってた人で、こういうあの LGBT とか性別側は男か女かみたいな人だったから、なんかそういう世界は気持ち悪いってずっと言ってたんだけど、あのある時あのすっごい可愛い、あのもうめっちゃビジュアルも完璧な女の子が、あの、え、私女の子と付き合ってるよってペロって言ったことでもうコロッと変わって、ね、そうなのよ、すごい単純だからね一気にその何バイセクシャルとかそういうのがおしゃれな感じのブランドになったの私の中でそれまではダメだったんだよね、それがね、あもう絶対ダメと思ってたんだよね、うん、あそうひっくり返ったんだよその時、そうなんだ、180度ひっくり返ったんだよな、うん、めっちゃかっこいいやんってなったもんね、そう、わめっちゃイケてると思っちゃって、うん、なんか画前言うようになったよね、うん、LGBT です前のめりで言うみたいな、今のホームページの自己紹介にも書いちゃってるLGBT って前のめりみたいな、なんかすごい最新のものになっちゃった自分の中で、うん、そう、 あれであの時ひっくり返ってなかったらもう絶対隣に一緒におらんよね、そうだ、うん、そこで一番の幸せを愛ちゃんにもたらしたもんね、ハッピーちゃんと、うん、そうなんですよね、さそれを認めなかったらそれは、うん、ねえありえなかったわけだ、そのどんな物質的なあれを現実想像よりもやっぱ愛ちゃんそこが一番幸せだって言うじゃん、うんうんうん、話聞いてるとめちゃ伸びしろある気がしてくる、絶対あるよね、いや絶対あるね、やっぱあるよね、そしてすごいやっぱりその時勇気を振り絞ってますよね、認めて、うん、であとそのお母さんとかさお父さんにブログ見られてることとかさ、そうね、やっぱり葛藤はすごいあったんですよね、いや性の部分はねすごい大事だと思う、パワーパワーだよ一番の、だから本当にアートだけじゃ行き着いてないよここには、ああでさ、なんかさっちゃんとかと付き合ったりとかさ、うん、何私が LGBT でも変わらない態度の友達がまあほとんどだったけど、うん、なんかそこにすごく安心したんだと思うな、うんうんうん、世界の安心感、私もあのありのままでの映像出してすごい反響あった時に、あやっぱり本当にそのままで愛されるんだっていう体感が生まれたわ、確かにこれ体験しちゃったら体感が生まれちゃったらもう世界に信頼しかなくなっちゃいますね、うん。